今度はワインボトルをワイン包みというので包んでみます。ワイン包みというのはとても華やかな包みなのでプレゼントに最適です。しかし一人ではできないのでこの輪ゴムに助けていただきます。輪ゴムを二重にしてワインボトルの口にかけておくか、やりやすいと思えばこういうふうに手にかけておいていただいても結構です。それでは同じことを手前と手向こうとで二度やります。こちらを手前というので向こうを手向こうと言います。どちらからでも結構ですが、私は皆さんにお見せするために手向こうからやりますね。手向こうの端を三角に折り込んで、このようにワインボトルの口の高さに合わせます。合わせたら端から山谷とドレープを作っていきます。ドレープができたらこれをワインボトルの口にこうやってかけておきます。この時にこの輪ゴムが役に立ちます。同じことを手前でもやります。手前を三角に内側に折ってワインボトルの口の高さに合わせます。同様に山谷と折っていただきます。折っていただいたら手向こうと同様にワインボトルの口にこのようにかけて置いておきます。今度は残った両端をワインボトルの口の近く、輪ゴムの近くで後ろで交差させます。手前に持ってきた2つを前で真結びします。はい、このように出来上がりました。なるべく輪ゴムの前で結ぶと輪ゴムを取らなくても隠れてしまいます。あとしっかりこのドレープの部分を上に引き上げるとより華やかになります。このように可愛い柄の風呂敷を選んでいただくと本当に華やかなプレゼントとしてお使いいただけます。